なんだ。よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。うん。頼むな。それではボスの攻略に向かいましょう。Thank you.
しておいたよ。あ、キリタ。ねえキリタ、どっか気分転換できる場所ってないかな？気持ちが良くって、さっぱりできるところ。あー、なんかすごい場所だね。たちはこのゲームのクリアを目指してるんだよね。ずっとここにいたいとか思わないの？こんなに綺麗な場所だってあるし、お嫁さんだっているし。やっぱりそうだよね。クリアしちゃうと、多分キリトと会えなくなる。よう。
いらっしゃい。キリト、ちょうどいいところに来てくれた。仕入れの関係で今から急に店を開けることになっちまったんだが、その間の店番頼めねえか。切るぜ。戻ったら何でも好きなものをおごってやるからよ。じゃあちょっくら行ってくら。飲み物まだ来てないぞ。すみません、武具の予約をしていたものなんですけど。すみません、エギルさん、アイテムの鑑定をお願いしたいんですけど。ベリーソーダ2つですね。
すみません、こっちも注文お願いします。はい、少々お待ちください。前見てなかった。痛いけど大丈夫。私たちがフル稼働しても手が回んないよ。どうしちゃったの今日は。エギルさんはいつ帰ってくるのかな。キリトさん、酒場のお手伝いですか？いや、そういうつもりはなかったんだけど、成り行きでね。お忙しそうですね。ちょっとお茶しようと思って寄ったんですけど、手伝いましょうか？いいの？もちろんいいですけど、そんなに困ってたんですね。これください。ブレンド一つですね。かしこまりました。すみません。お水。はい。お手元を失礼いたします。注文いいですか？パッカの木の実ジュースを二つ。
キリト君、これ味見してくれる？一応レシピ通り作ってみたんだけど、ちゃんとお店の味になってるか不安で。覚えて、今度キリト君にも作ってあげるね。キリトさん、すみません、ちょっと来てもらえませんか？怖そうなお客さんにつまずいて紅茶かけちゃって、本当にごめんなさい。キリト君、アイテム買い取りの方列ができちゃってるよ。